こんにちは、神奈川県人権啓発センターです。プラクト探訪動画の間にですね、啓発動画をこうやって時々上げてるんですけども、毎回テーマに困るんですね。今日は何をやろうかと。で、そう考えてたらこういうものがなぜか手元にあってですね、読んでいます。組織内部のみで閲覧保管してください。全国部落調査裁判の被告鳥取ループ次元社の宮部達彦三品淳が地区住民や林保官を訪ねて事細かに話を聞き出し、部落探訪なるホームページで写真や動画と合わせて公開しています。部落を晒す悪質な差別行為です。下記の留意事項を参考に絶対に協力しないようお願いします。留意事項、鳥取ループ自転車の関係者であるとの疑いを持った場合、一切の取材協力はしないと明確に態度を明らかにする。それでも必要に協力を求めてきた場合は、昨年12月に法務省が通じて部落探訪に見られるように部落差別解消目的を標榜し、寄稿文の体裁を取っているネット上の情報についても削除の対象であることを明確にしていることから、鳥取ループ自転車をやっていることは明確な差別行為であると断罪し、直ちに中止し退去するよう求める。当該の法務局及び都府県市町村など関係自治体へ鳥取ループ自転車の関係者が来たことの連絡を入れる。また地域内への写真撮影、動画撮影などネット上で被差別部落を晒すような行為を見せた場合、地元の部落解放道路の支部、地境または最寄りの林保課に連絡を入れる。撮影している当事者に対しては直ちに撮影行為をやめ、この地域から退散するよう求める。その他困った時には部落解放同盟の支部地境に連絡を入れる。部落解放同盟中央本部球団闘争本部ニュース2019年5月号括弧内部資料取扱注意と。まあ、この組織内部のみ閲覧保管とかですね、内部資料取扱注意とか書いてあるんだけども、実際はこれ組織以外にもいろんなところに配ってるんじゃないですかね。いや、そうでなければこんな僕の手元にこれがあるわけないでしょ、きっともう、いろんなところに配ってるんです、こんなものを。まあ、もう完全にね、ウォンテッドのお尋ね者状態になっててですね、いや、なんかね、もう完全にね、インディ・ジョーンズを追いかける悪の帝国状態ですよ。で、こういうこと、こういうね、なんていうのかな、まあ、よく部落は集団ストーカーとか言ってね、なんかこう、ちょっとその精神に病気を持った方がよくそういうことをね、集団ストーカーの一つの例としてこう部落っていうのを挙げるんですけども、でもまあこういうことをやってるから、まあ、そういう妄想のネタになるんでしょうね。以前朝日新聞のことをね取り上げた動画があったんです。その本をねちょっと図書館で借りてきたんですね。この本ね、すごく参考になります。朝日新聞と部落の関係っていうのがね、すごくよくわかる本なんですけども、まあ関係って言ってもね、これ見たら高木正幸編集員問題なんていうね、コーナー、賞がちゃんと作ってあってですね、こうやってね、編集員の顔写真を出してね、こいつが差別者だっていう感じでね、こうやって解放同盟が出してるんです、本に。これ1987年の本。だからまあ、そういうところがあるんですね、やっぱ解放同盟っていう組織は。で、まあ、神奈川県人権啓発センターにしてもね、自転車にしても別にね、アンチ解放同盟サイトというわけでもないんですけども、本当はね。だけどやっぱこういうことをされると、ちょっと解放同盟という組織のあり方についてもいろいろ言わないといけないことがあるなと思うんですね。こういうことをしたから、じゃあ僕は部落探訪やめるかって、やめることはないし、また以前も説明した通り、その部落の中でもその住民で解放同盟に所属してる人なんて実は 1% もあるかどうかっていうところなんですよ。だからこうやって解放同盟の組織内、まあ本当は組織内じゃないと思うんだけど、いろんなのを呼びかけても、じゃあこの通知の通り協力する人なんて 1% いるかどうかなんですよね。で、なおかつ、じゃあ解放同盟に属してない部落の住民の人っていうのは、もうぶっちゃけ解放同盟にすごく反感を持ってる人が多いんです、実は。だからこういうことして、まあ、取材協力はしないって書いてあるんですけど、まあ、結局解放同盟のことを
何かこう擁護する人っていうのは、まあ言ってみればこのチラシの書いてあることを守るような人だと思うんで、だからそういう人が取材協力しないっていうことは、もうブラック探訪動画っていうのはですね、もうひたすらもう解放同盟の悪口を言う方に進むしかなくなっちゃうんですよね。これは僕は別に、ね、解放同盟を擁護するような意見を住民の方がおっしゃるなら、そういうのを別にねちゃんと紹介するし、まあ実際いいところや、いいことやってるんだったらそういうことも紹介していいんですけど、でもこういうことすると本当にもうアンチ解放同盟の動画ということになってしまうと思うんですね。で、解放同盟に限らず、まあなんていうかな、リベラルとかそういう人権っていうのを自称する運動団体っていうのが、まあマスメディアとかね、表のこうメディアでは持ち上げられるけど、でもこうネットなんかこう露骨にね本音が出てくるところではいまいち支持を得られない。で、まあ船長になってもね、そういうどっちかっていうとそのリベラル人権を大切にような勢力っていうのはどうしてもこう今はなかなか議席を伸ばせないでいると。そういう人たちの問題ってやっぱこうやってね、異なる意見、都合の悪い人を排除すると、こんなんね答える、協力しないとかね言う前に、まず自分でちゃんと、まあ僕は言ってることに反論すればいいわけですよ、ね、僕もその部落を探訪しているおかしなことをいっぱい聞くわけです。そのこの解放同盟とか同和共生っていうものがこう部落差別を作り出してるんじゃないかと、まあそういうふうに思わせるようなね証拠がどんどん出てくるわけです。今度ね部落探訪で、岩国ね、山口県の岩国をまあ探訪している動画撮って地元の人の証言なんかも聞いてきたんですけども、そこでもまあ結局そういう話が出てきたんですね。まあ解放同盟に限らず、今のねこれ人権というものをこう守ろうっていう運動がおかしいのは、まず人権っていうのは国がですね、国が国民に対して守らないといけないものなんですよ。ところが今の人権団体ってとてもそういう団体じゃなくなってしまってますよね。その団体というかその人権擁護というものがもう完全にね歪められてしまってる。その国に対して国民に対してこういう権利を保障してくれっていうんじゃなくて、もう完全に国民を敵視してるんですよ。国民を分断している。やっぱいろんな価値観があるから人権って言ってもそのぶつかり合うわけですよね。誰かの思う通りにはならないわけです、世の中というものは。だからそこはなんかいろいろトレードするわけです、取引というものをするわけですね。ところがこういう人権団体という人々はですね、もうすごく独善的と、自分たちの考え方が正しいと、人権文化だとか言ってね、そういうイデオロギーを押し付けるわけです国民に。で、そして当然それを全部国民が受け入れるわけじゃないんですよ。それに対して異論を唱える人もいっぱいいるんだけども、そういう人たちを攻撃する、排除するという。だから今なんかその人権関連でね、そのヘイトスピーチ禁止だとかブラック差別解消とか、まあ、障害者のね権利擁護にしても、その国が何かするっていうんじゃなくて、もう完全にねもう民間人、国民が対象になってるんだ、国民に対して人権守りなさいっていう、そういうおかしな話になってるんですよね。それやっぱ戦後のね、やっぱりこう社会運動全般っていうのがね、まあ今労働組合なんかもそうだけど、やっぱその社会運動っていうのがすごく衰退していると、まあ、その根本的な原因はやっぱ一般民主を敵視するからですよ、自分と意見異なる人をね。その権力側に対して何かこうしようって求める、権力を対峙するんじゃなくて、もう一般国民を敵視している。だからそのリベラルとか人権っていうものがもう支持を失っているということだと僕は思います。人格権だの名誉だのは言ってるけど、でもまあそういう団体も結局これなんでやってることは、もうなんか、ま、なんかこんなんあれでしょ、スーパーなんかがこいつ万引き犯だから注意しろみたいな、そういうの変わんないでしょ。でも僕別に何も犯罪も何もやってないですからね、ただ部落訪ねて調べてるだけのことなんでね。であとね、ツイッターでも話題にしたんですけども、なんか橋本徹さんがなんかツイッターでね、まあ、前にもね同じようなことを言ってたんですけど、まあ戸籍制度っていうのをねなくせばなんかそのブラック差別がなくなるみたいなことは相変わらず言ってるんですけども、根本的に間違ってると。で、ここね、
僕ね別にね橋本徹っていうのはねそんなにね嫌ってるわけじゃないんですよ。やっぱいろいろねあの人はまあいろんな価値観をぶっ壊した人なんでそういう意味で評価してるんだけど、ただねブラック問題に関しては凡庸な人じゃないかなと。あとあの人ね弁護士なんだけど、そのやっぱ弁護士でも専門分野っていろいろあるんですよ。であの人の場合はなんか企業の顧問だったりとか、あとはなんかね有名なところでなんか飛び出しんちの顧問弁護士やってたっていうのは有名なんですけど、まあそういう類の仕事をしてた人なんで弁護士でもその行政法なんかには詳しくない。だから覚えてる人は覚えてるかもしれないんですけども、まあ大阪府知事になった時にね、そういう首長の部局と教育委員会っていうのが別々だっていうことをその理解してなくて、まあ、教育委員会にいろいろ干渉しようとしてそれで怒られてなんか反省してたっていうことがありますよね。だからそういう点で橋本さんってあまり行政組織とかそっちの方が詳しくない人だと思ってます。だから戸籍制度についてもしかりで、まあ僕はブラック散歩してる、まあそういうことをやってるから、そういう役所のそういう戸籍の扱い、そういうのもまあちょっとね、まあ別に進んで調べてるわけじゃないんだけど、やっぱなんとなくそういうことを知ってしまう機会があるんだけど、まあ役所の中でも、まあいろんな部署にまあ人が配属されてるんで、なかなか他の部署のことってわからない。で、例えばまあ戸籍なんかはね、住民課なんかがやってるんでしょうけど、まあ、そこで専門やってる人じゃないと、じゃあ戸籍制度がどうなってるかとかね、住民登録の制度がどうなってるのかってなかなかねその部署の人じゃないと分かんないんですよ。だからなんか滋賀なんかでもね、そういう林保官の職員なんかはね、その部落出身っていうのは戸籍を見れば分かるんだとか言って主張するんだけど、でも僕はそこで突っ込むわけですよね。じゃあ戸籍のねどこ見たら分かるんですって言って、どんな風に判断するんですって言って、そしたらまあ出生地がとか本籍地がとか言うんですよね。だって僕はそこでやっぱりね、その役所のそういう戸籍扱ってる人なんかやっぱ聞いてみるわけですよ、本当にそうなのって言って。でまあ、鳥取なんかで僕そういうことをいろいろ聞いたことありますよ。でそこで僕が知ったのは、まあ、本籍地っていうのは自由に動かせるんですよね。で出生地っていうのはこれほとんどの場合は病院とか産院の住所なんです。物理的に生まれた場所の住所なんですよ。だから しかも今の現行の戸籍っていうのは出生地っていうのは市町村までしか書いてない。だから市町村までしか書いてない。それでそもそも出身地として意味ある情報が戸籍に載ってるっていうのは思えないんですよね。でもうこれもう10年以上前の話なんですけど、僕は鳥取県のね童話対策、今もあるんかね童話対策、童話対策課に、鳥取県がその被差別部落のなんか童話地区の実態調査っていうのをやってたことがあって、もう大昔の話ですよ。もう今そういうのやってないんですけど、その時にじゃあどうやって対象を調べてるんだっていうことを県のね職員に僕聞いてみたことがあったんです。その時に言われたのは、基本的には住民基本台帳っていうのを使ってると、戸籍じゃないんですよ。住民基本台帳って、まあ、要はどこに住んでるかっていうことですよね。それで大体判断です。まあ属地主義です。で童話対策事業特別措置法っていうのはね、まあ、その童話対策の法律っていうのは法律では本当属地主義なんで、だから戸籍じゃなくて、住民票で判断するっていうのは正しいんです。ただ正確にはまあそれで全部判断してるわけじゃなくて、やっぱ地元の自治会に属してる人っていうことで、そういう地元、まあ、解放同盟だとかね、自治会長と区長みたいな人が判断するっていうのが、まあ、実際の運用だったんですよね。だからそういう意味では、その戸籍をなくせばそのブラック問題なくなるだろうっていう橋本徹さんの考えは全く事実誤認なんですよ。そういうことは決してないです。ブラック問題ってのはまた原因っていうのは別のところにあるんですね。でこれもツイッターで、ね、紹介したんですよ。ここに、ね、僕ブラック解放同盟員手帳っていうのを持ってるんですね。でこれね1978年に作られたものなんですよね。これを見て一番興味持ったのはこのドメインの加入登録申請書なんですよ。これにね本籍って書いてある。本籍出身都道府県出身部落っていうの、これ本籍として書いてある。でつまりね解放同盟っていうのはもう当時のこの1978年からその本籍っていうのを基準にしてたと。だけどこれおかしいでしょ。本籍って移せるんですよどこでも。
だから皇居だとかね、北方領土とか沖ノ鳥島に本籍を置いてる人っていっぱいいるんです、日本で。で、他人のうちに勝手に移したりとかできるんですよ。僕もまあ、今度やってみようかと思うんですけど、この戸籍で部落民が判別できるっていうのは、本当何もない解放同盟が勝手に言ってることで、もうその戸籍制度ってもうちゃんと理解すればそれは間違いなんですよ。じゃあ間違いなら間違いだっていうふうにね、まあ言わないですよね。橋下徹さんも言わないし、そのいや行政関係者でもね、こんなん言って解放同盟とかその戸籍が差別の原因だなんです、こういうの話はおかしいっていうことを知ってる人いっぱいいると思うんですよ。だけどそういうの表だって言えないのは、やっぱそういう戸籍が差別の元凶だっていうことをね前提に、まあ人身戸籍がもう封印されてるし、で戸籍も昔は原則公開だったんですけども、今はもう原則非公開みたいな状態になってるんですね、戸籍って。どんどんその間違った認識の上にどんどんいろんな制度が積み上げられて、いやその根本部分が間違いでしたって言ってしまうと、もう全部それガラッと崩れちゃうわけですよ、今まで積み上げてみたものが。だからそういうのを恐れて言い出せないわけです。じゃあ何が部落差別の元凶かっていう話をね、そういう戸籍だとか住民票っていう観点で考えると、やっぱどこが部落かっていうような議論っていうのは欠かせないですし、でまあこれもツイッターで言ったんですよね、その前輪住宅地図とかあと電話帳の方がよっぽど部落民特定してませんかっていう、その童話地区のね、二戸市住宅なんか、その解放同盟だとか地元林保館とかそういうのが、まあ同族なんかこの人部落民ですよってポンって判をして、それで入居させてるようなところは全国いっぱいあるわけですよ。まあその認定っていうのもまあいい加減なもんなんだけども、でも少なくともね、童話対策をやってた時代にこの人童話関係者ですよって言って役所が認定した人間を、まあ、そういう認定した人間に限って押し込めてる住宅っていうのは全国各地にあるんですね。でそういうところに行ったら住宅案内図があったり、あと表札見たりとか、あと、まあ、現地行かなくても前輪住宅地図だとか電話帳見たら、童話住宅に入ってる人の名前が分かるよという状態になってるんですよね。でまあそういうことをですね、例えばその政治家だとかが表だって言ったりとかね、でじゃあそのテレビとか新聞でそういうことを堂々と言ったら、もう発狂する人いっぱい出ると思うんですよ。もう実際僕のツイッターにやってる、ツイッターに対してでもなんかもう人格攻撃ができないような人がもう湧いて出てますからね。そういう格論まで行くと、もう都合の悪いことがいっぱい出てちゃうんで、もうそうすると反論出ずにうわーっていうことになっちゃうんです。うわーって言ってもう反論できない、もうお前は差別者だとか言ってね、言うしかないんです。で実際もうそれで通っちゃうわけですから、差別だって言ってとにかく言えばね、もうみんな黙っちゃってですね、もう議論が進まないと。ちなみにこの部落民手帳は、マジモンなんで、某所から手に入れたんで。でもあれですよ、たまになんかヤフオクとかで出てることがあるみたいですよね。まあこのチラシをね、目にする人って、まあ解放同盟関係者はもちろん解放同盟以外の人もいると思うんですよ。でそういう人が僕と部落探訪で、ね、鉢合わせることもあると思うんですけども、まあこのまま気にしなくていいですから。かえってね、こんなね、支部だとか地長とか林保官とかにね連絡した方が多分ややこしいことになると思います。あ、だからね、見かけてもね、見て見ぬふりしてください。それが一番安全だと思います。だって こんなものをね、配布してるような団体と関わってもね、ろくなことないと思うんですよ。そう思いませんか？だから面倒くさいと思うんだったら、もう見て見ぬふりをしてもらえればいいし、あとまあいろいろ地域の事情とかで僕に喋ってもらっても、別に誰が喋ったなんてことは言わないし、僕そういうものを写したり録音したりということもしてませんので。いやもちろん写しても録音してもいいっていうふうにおっしゃった方には、ぜひ写させていただいていることもあるんですよ。この前の末広のは本人に聞いたら、いや別にいいよって言ったんで、音声も入ってるんですけどね。ということで本日の啓発動画をお送りいたしました。